はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個にサバの缶コーヒーを混ぜて飲んでみました。で、まあ、ほどほど甘くてほどほど美味しいっていう感じですね。まあ、美味しいはもちろんすごい美味しいですし、甘さがほどほどでちょうど良かったかなという感じです。で、生卵10個との相性なんですけれども、まあこうコーヒーが生卵の黄身でちょっとまろやかになって、こう楽しめるというか、コーヒーを楽しめるような感覚になったかなという感じですね。というか、さっきじゃないんですけど、今朝体重測ったら、体重が 66.7 キロになってまして、めちゃくちゃ減ってるんですよ。で、風邪ひく前は、69.2 キロぐらいだったんですね。で、で、一週間はないですね。まあ、6日か5日ぐらい、ちょっと体調崩したのは3日4日なんですけど、まあ、体重をとって、5日6日ちょっと安静にしておったんですが、その間は糖質をかなり極限にまで減らしていたんですね。もう生卵を10個と、まあ、なんかドリンク飲むっていうのは続けてましたけど、あれ以外にそのお菓子とかほとんど食べなかったんですよ。で、風邪をひいていたので、その、体重を測るときって、その上着とか脱ぐじゃないですか。で、下着姿になって、体重計に乗りますよね。で、それがこう、風邪をひいてると寒くて辛いので、その、脱げなかったんですよ。つまりその、体重を測らなかったんですね。その風邪をひいてる間は。で、久しぶりに今朝体重測ったら、66.7 で、わ、なんかすごい減ってると思って、ちょっと、なんか、すごい嬉しかったですね。私は転んでもただでは起きない性格なので、まあ風邪をひいて、まあすごい辛い1週間弱でしたけど、とりあえず体重だけはすごい減ってくれて嬉しかったっていうのと、やっぱりその痩せるか痩せないかっていうのは糖質なんでしょうね。身に染みて分かりました。やっぱり1日1食でかつ糖質制限っていう食生活ですね。で、まあ夜寝る前に筋トレをして寝ると、まあこれが多分理想なんでしょうけど、まあ理想は理想としてね、なかなか口で言うのは簡単なんですけど、実行するのは難しいですが、でもできる限り理想にね、近づけた、現実生活を送っていこうと思います。はい。じゃあ今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。